こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。欠陥が絶えなく自動車火災に続き工場火災が相次いでいる韓国ですが、今度はエスオイル場で火災を起こし爆発により重軽傷者を出したようです。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。ウルサンのオンサン工業団地のエスオイル工場で爆発による火災が発生した。工場の職員など9人が重軽傷を負った。ウルサン消防本部はウルサンオンサン工業団地のエスオイル工場で爆発事故が発生したという通報があったと発表した。消防当局は午後8時57分対応第一段階を発令し、消防車39台と消防隊員など81人を出動させて鎮火作業に乗り出した。しかし消防当局は炎がますます激しくなるなど火が拡散すると、午後9時40分に対応2段階を追加発令した。対応2段階が発令されれば火災発生地域近隣2から5カ所の消防署の消防力が総動員される。同日の爆発および火災で7人が重傷を負い、2人が軽傷を負った。エスオイル側は、工場内のアルキレーション、エコ高級ガソリン製造施設工程で、ガソリン抽出作業をしている途中、火災が発生したと明らかにした。爆発当時、現場から約10キロ離れたウルサン都心でも、爆発音が聞こえた。また、近隣地域では家が揺れるほど、強い振動が感じられたという通報も受け付けられた。特に火災とともに黒い煙が全山工業団地一帯の殻を覆った。それではネットの反応です。ユンソギョルはどこで何をしているのか、お酒を飲んでいるのか、ユンが大統領になるや否やわざわい。油工場で火事が起こったので心配です。ユンソギョルが大統領になってから事件事故だけが起きてうまくいくことが一つもないね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録高評価お願いいたします。また次回の動画も見てくださいね。